はい、とりあえず今エギを沈めています。で、二段しゃくりでショートピッチジャークで、スラックジャーク、次はショートピッチジャークですか。まあ、とりあえずエギを着底させて、糸をふけを取ってチャン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 リズミカルにやります。するとエギがこう、左右にダートするような感じ、左右にこう首振りながら行くような感じですね。それが、まあ、ショートピッチジャーク、リズミカルにチャン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 するとエギが左右に動いたり縦に動いたりという風になります。